サラリーマンが18時以降に勝つ立ち回り。パチンコの日本酒にが世界進化をして、私今度春菜がパチンコの楽しさと勝ち方をお伝えするチャンネルです。はい、どうも今度春菜でございます。今日はですね、よく質問いただく一つですね。はい、私サラリーマンで夕方以降でしかパチンコができないんですけど、そんな私が勝つための立ち回りとしてどういう風に動いたらいいでしょうかと、はい、そういう質問、よくいただきますね。よくいただく質問の一つです。はい、そうですよね。世のほとんどの方がね、お仕事をされてまして、それで、ね、仕事帰りパチンコ行ってっていう方が多いんじゃないかなという風に思います。はい、それについて今日はお答えしていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。結論なんですけど、地域によります。地域によってどう立ち回っていくべきなのかというのが変わってきます。はい、なのでね、その地域別に今日はお話ししていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まずね、地域4つに分けました。3つなんですけど、3つプラス1つみたいな感じで、計4つです。はい、4つ。まずで、地域別にちょっとスキップできるようにしときますので、はい、自分の地域だけ見たいなという方はそこにスキップしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まず10日地域にお住まいの方ですね。はい、10日地域はですね、特定日以外で釘空いてる台を打つのはかなり難しいです。はい、なのでもし勝負するならば、技術介入機ですね。はい、技術介入機をメインでボーダーを下げて打つ。はい、技術介入機か、ザンホリーを残せる機種ですね。はい、でザンホリーの価値を上げる、そういう機種を打っていくべきだと思います。はい、技術介入機っていうのは、僕がね、以前動画ありましたリングのアマデジとかですね、冬空のアマデジ、はい、とかですね、北斗武装も入ってくると思いますけど、さすがにボーダーまで下げるのはちょっと難しいかなとは思います。はい、そういう台を中心に、やっぱりでも技術介入できる前提になっちゃいますけどね。はい、技術介入ある台できる上で、技術介入できる台を選択すると、はい、いう立ち回りがいいと思います。はい、もう一つ、10日地域の方は U タイムがおすすめです。はい、やっぱり交換率ギャップがないので一番レート高く返ってきます。なので U タイム狙いが、一番ベストかなと。はい、その2つですね。はい、その2つを中心に立ち回っていただくのがいいかなと思います。はい、ただ、U タイム狙いにしてもやっぱりね、かなり深い台を狙ってちゃんと回転数をね、大体どれくらいなのかっていうね、目星つけてね、打っていただくというのがおすすめです。はい、ボーダーでの立ち回りでは難しいのが10日地域だと思います。で、2つ目いきます。2つ目の地域がチョタマサイプレイ制限付き地域です。はい、チョタマサイプレイができるけど制限がある。1日2500発までとか、2500発までが多いですね、5000発までっていう地域とかお店もありますけど、はい、そういう地域です。高校の地域の特徴は、一番回転数しっかりある台拾えるのがここの地域です。なのでね、ちょたま再プレイ制限内でボーダーで立ち回るのが一番勝てる可能性あります。はい、ただ基本的にはもうボーダーで勝負してて、現金はもう一切入れないっていうぐらいのつもりでいいと思います。よ、本当に本当によっぽどの回転数があったらもちろん追うべきなんですけど、もう基本的には現金は絶対に入れないよという、そんくらいの気持ちで行った方がいいと思います。2500発は2500発までね。で、使い切ったらどうするか、使い切ったら別の店舗に行くと。はい、で別の店舗に行って、そこでもダメだったらまた別の店舗に行くと。はい、その繰り返しで、とにかく持ち球比率 100% 意識して立ち回るのがベストです。 U タイムですね、U タイムは何とも言えないんですけど、現金も入れなきゃいけないですよね。現金もアマデジとかだったらね、ちょっとサイプレイだけで
当たるような回転数で拾えるかもしれないですけど、はい、現金入れなきゃいけないってこともあるので、そこもしっかり計算してね、十分期待値取れるというのを分かった上で必ず台を選択するようにしてください。はい、そんな感じですね。ちょっと合わせプレー地域、まあ、あとね、もちろん美術介入機ね、美術介入機もこちらも積極的に狙っていいと思います。はい、っていうのもね、やっぱりね、朝からずっと一日技術介入機を打ってますってなるとね、やっぱりデータ異常とかになったりとかして目つけられるんですよ。はい、ただ夕方以降であればね、そこまで目つけられるリスクもね抑えられるので、はい、技術介入機狙っていいと個人的には思いますね。はい、じゃあ責任も持ちませんよ。はい、はい、という感じでございます。はい、3つ目の地域の紹介です。3つ目がチョタマサイプレイ無制限付き地域でございます。はい、今僕は福岡に住んでるんですが、福岡の店舗は大体この店舗が多いです。はい、チョタマしておいて何個までっていう制限はなくて、何個でも無制限で借りれますよという店舗ですね。はい、この地域なんですけど、やっぱり一番自由に立ち回れる地域ですね。はい、まあ、U タイムを狙ってもいいですし、ボーダー越えるような台を狙ってもいいと、はい、まあ、そういう台が多くありますね。ボーダー越えるような台がたくさんあります。はい、を狙ってもいいし、まあ、あと技術介入機ももちろん狙ってもいいと、はい、そういう、まあ、自由な立ち回りができると、はい、まあ、一番いいかなと正直思ってます。はい、ただやっぱりね、制限付き地域に比べれば回転数たくさん回る台は少なくなるなと、はい、そういう感じの地域でございます。はい、よろしいでしょうか。はい、4つ目、まあ、地域とはちょっと違うかもしれないですけど、サイプレー不可の首都岡、はい、首都岡の店舗ですね。はい、まあ、ちょっと番外編なんですけど、まあ、サイプレー OK の地域でありながら交換率ギャップがもちろんあってね、はい、サイプレーできませんよという、はい、地域が、あ、店舗ですね、店舗当然ありますよね。はい、そういう店舗もう基本的には行かない方がいいと思います。はい、行かない方がいいと思います。まあね、よっぽど深い U タイムで例えば機械値出るというんだったらもちろん打ってもいいんですし、よっぽど回るんだったらいいですけど、本当によっぽどよっぽどです。もう、はい、もうほとんど運ゲーになってしまいます。やっぱりどうしても朝から打って持ち球比率を少しでも上げようと努力してる人、はい、その人に比べれば長期的には勝てないですね。はい、だからもう本当に運ゲーのギャンブルみたいになってしまいます。はい、サイプレー不可のお店に行くと。なのでね、もうよっぽど理性心が強くてね、はい、よっぽどの台が落ちてない限り理性でコントロールして絶対に打たないって思う人じゃなければ、もう行かない方がいいと思います。そんな感じです。はい、という感じでございました。以上のことでございます。まあ、まあ、まとめるとね、まあ最初にお話もしましたけど、18時以降どう打つかは、まあ、地域によって違いますよと、はい、いう感じでございました。まあ、ちょっと図にしましょう。はい、東海地域、まず東海地域ね、東海地域は技術介入機は丸と、はい、まあ、丸というかもうボーダー下げてそれでしか基本的には打てないと思ってくださいね。はい、よっぽどの特定日じゃない限りね、はい、特定日だったら丸であるかもしれないですけど、はい、で U タイム狙いは一番有効なのが東海地域、はい、でボーダー狙いはやっぱり釘がどこも渋い、10日はもうしょうがない、それはそうしない限りお店が盛り上げ取れないから、はい、基本的には難しいと思ってください。はい、三角です。はい、で、続きましてチョタマサイプレ制限付き地域、はい、ここ技術介入機は20丸ですね。はい、まあ、夕方以降だからし目つけられづらいと、はい、いうことで技術介入機積極的にやってください。はい、で U タイム、はい、現金使わなきゃいけない可能性があるので三角ですね。はい、よっぽど深くて期待値取れる台じゃない限り打たない方がいいと思います。はい、でボーダー狙いが20万ですね。はい、一番回る可能性がある台をつかめるのがちょっとまあ制限付き地域でございます。はい、なのでまあ2500個とか使い切ったら
次の店行く、次の店行くみたいな感じでね、持ち溜め比率をいかに上げるかっていう、まあ、基本的にはそういうスタンスでいいと思います。はい。続きまして、チョタマサイプレイ無制限地域。はい。ここも技術会に行けばやっぱり20番ですね。はい。ボーダーを下げていかに打つかというところでございます。はい。U タイプは丸ですね。はい。トーカーと同じような感覚で、でトーカーの店よりも回ることが多いという感じで、U タイプも積極的に狙ってください。はい。ボーダー狙いも丸と。はい。いう感じですね。うん。はい。最後に、サイプレイ負荷。非トーカー地域。地域とか店かな。県。非トーカー県。はい。技術介入機でも×。いくら技術介入を駆使したところで、やっぱり朝から一生懸命打って持ち球比率を上げようとしている人たちには、長期的に見れば勝てない。はい。なので、厳しいです。はい。U タイムも、まあ、よっぽど、もう、深い、ハマってて、残りいくつって少ない台のでしか勝つことは難しいです。はい。で、ボーダー狙いも×です。はい。よっぽどの、よっぽどすぎる回転数がない限り無理です。はい。なので、もう、サイプレイ、不可店舗には、サラリーマンの方、夕方以降行く方は、基本的には、もう、立ち寄らない方がいいと思います。はい。という感じでございました。今日も最後までご視聴くださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。